自民党総裁選に立候補した9人は14日、日本記者クラブ主催の討論会に臨み、規制改革や外交方針をめぐり、応酬を繰り広げた。候補者同士が指名し合う形式の討論では、小泉進次郎元環境省、石破茂元幹事長への質問が集中。派閥裏金事件への対応や次期衆院解散、総選挙の時期、選択的夫婦別姓制度の導入も議題となり、 論戦が本格化した。小泉氏は介護規制の緩和について緩和ではなく見直しだと強調石破茂元幹事長は整理介護の4要件をどのように見直すかを含め条文化を急がないとイメージがわからないと指摘した高市早苗経済安全保障担当相は一般ドライバーが有料で客を運ぶライドシェアの安全性に懸念を示した 小泉氏は安全対策を講じつつ移動手段の不足解消に向け全面解禁を目指すと主張した茂木敏光幹事長は石破氏の提唱するアジア版北大西洋条約機構は現実的ではないと指摘石破氏は米国オーストラリアニュージーランドなどを念頭に環境が似た国同士から始めていくことは理論的に可能だと答えた 以下はネット上の意見をまとめたものです。小泉進次郎氏の能力のなさがピカイチだった。アメリカとだけ仲良くすれば何でも大丈夫だと言い。台湾にしか行ったことがないので対中国外交は誰か他の人に助けてもらう。北朝鮮の金正恩とは年齢が同じだから首脳外交ができて拉致問題を解決できるなど気楽なことを言った。 そして労働力の流動化と言いながら、解雇規制の緩和を自由化ではなくて見直しだと言い、トーンダウンしたように見せたが、要するに、アメリカの真似をしろと誰かから言われているのだろう。それならいつでもどちらからでも雇用関係は解消できるようになる。さらに解散する前に、国会で議論しなくともよいと言った。解散とは、衆議院議員全員の首を切ることである。それを分かっていないようだ。 能力のない人間に権力を与えることほど恐ろしいことはないそれでも日本人は小泉進次郎氏を総理に選ぶのだろうかしっかり最初から最後まで拝聴しましたその上で個人的な印象です人気の小泉進次郎議員は本当に本当にひどかった何一つまともな回答はありませんでしたひどいというレベルにも至っていませんが カナダのサミットどうするんですか年齢が同じ43歳なので大丈夫です。北朝鮮外交は、親父同士が会ってるから大丈夫です。中国外交は、仲間が助けてくれるから大丈夫です。いやいや、あなたはトップとしてマンツーマンでお話しする立場なんですよ。その日本のトップとしての外交は、 都合よくシナリオを書き換え可能なゲームか何かと勘違いしていませんか大丈夫ですかこの人が人気で首相候補って自民党の総裁選の討論会の費用は自民党のお金で支払われているのだろうねこの討論会の意味合いは選挙のための各候補者の考え方を発表する場で投票権のない国民にとってはこの討論会をテレビ放映されている時間は 極端な言い方をしたら自民党にテレビを乗っ取られた感がある総合テレビより BS 放送を使う方が一般人にとってはありがたいと思うというより日本も首相は国民の投票によって決められるようにならないのか検討してもらいたい財政官に対しては高市氏と河野氏に割と質問が入ったように思います。 両者の正反対ぶりが鮮明でした高市さんは財政出動により政府債務が増えることに関して寛容でありその根拠日本におけるネットの利払い費 GDP なども示していました対して河野氏は PB 黒字化を超えたさらなる緊縮路線財政収支の黒字化まで明言しましたこれは利払い費を含めた収支となり とてつもない緊縮、支出抑制、増税路線になります。根拠は示さず、とにかくしなければならないという感じでした。これを本当に実施したら、国民貧困化がさらに加速し、失われた50年が確定するでしょう。茂げさんは、増税ゼロを標榜しましたが、さすがに、財務省のことまでは話しませんでしたね。石橋。 小泉氏の財政官も聞いてみたかったですね。本日の公開討論会の感想もとほぼ変わらず。報道ステーション見ました。想像以上に新次郎氏が浮いていた。自分から手を挙げないし、何か聞かれても質問と噛み合わない答え。力強く言えばそれっぽく見えるだろうという、他の人の話は理解できているのか疑問になる表情。 総理大臣になったら各国ととの首脳会談とかどうするのか周りの人の意見を深く理解していないまま通されてしまうのも怖いみこしは軽いほど良い自分たちが自由にできるとか選挙の顔として良いとか勝ち馬に乗りたいとかで自民党議員は投票するのか今の閑散の表情を見て閑散についていく人がいるのも不思議過去に 暗黒の民主党時代を経験して以来、自民党以外に政権は任せられないと思ってきた。正直、今も野党に期待できない気持ちは変わっていない。それでも、新次郎氏が総理になるのなら次の選挙は野党に投票しようと思っている。自民党にノーを言わなければならない。解雇自由化により、どこかの社長が言っていた45歳で解雇して、希望者は再雇用。 ただし以前の給料の3から5割カットでという45歳、定年制がこれで実現できるようになる。パーティ券を買ってくれる企業を優遇したくなるんだろうけど、第2、第3の氷河期世代が誕生だな。石破さんはしなければならない。ばかりで、何をどうするのか、具体的にどうしたいのかわからない。さらに、緊縮派なので、社会負担増増税が目に見えているのに、 石ささんがななぜ支持されていいるのかかわらない小泉さんもライドシェア夫婦別姓を主張されているようですが必要性がいまいちわからないすでに別姓で仕事されている方もいますし銀行口座開設も一部の信用金庫などを除いてほとんどできるようですしライドシェアしなくても地方に行くと地域の小さなバスが活躍してきていますしライドシェアは アプリの利用を前提としているようですが、お年寄りの利用は大変かもしれません。難しいところである。関心はあるし、でも、関心を持って追いかけ続けることが自民党の方策に乗って裏金問題のことは忘れて、選挙で自民党や自民党候補者を支持してしまうことにもなるかもしれないし、自民党議員や総裁候補者の多くは、 もうこの問題は終わったのだというような言い方をしますがこの問題の真相はいまだに未解明だし党の調査もやりたくない気持ちが先に立つのか全然不十分ですしかも処分の基準も曖昧多額の裏金をもらっておきながら上に気に入られていて選挙の時に役に立つからと処分がとても軽かった議員もいますまたこれからのことについても 政治資金規制法の改正は全然不十分で、金の流れにはまだまだ不透明な部分が多く、同じようなことがやられる可能性が十分にあるというのが大方の見方です。選挙で我々が議員に処分を下しましょう。国民の処分です。この討論会聞いて、小泉さんに総裁になってほしいと本当に思う国民や国会議員が、 本当にたくさんいるのだろうかマスコミもあれだけ持ち上げておいて下り坂になったらプライベート含めて手のひら返しの古ぼっこになる気がしてならない若手のナンバーワンは小林さんで決まり素養が違いすぎ高市総理が近づいてきた小林さんと加藤さんは高市さんの味方になってほしい最後まで拝聴しました基本 年齢なんぞ関係ないと思っていますが、やはり小泉慎二郎さんは厳しい、とても日本の舵取りを任せられない、という印象を強く持ちました。キャッチが政治改革ではインパクトが乏しい、衆議院の解散戦略や開国規制の見直しには疑問、外交も不安、中華人民共和国を一度も訪問していない事実を知りませんでした。驚きです。また、 茂木氏にあえて決戦投票の支援を求めるような立ち振る舞いもすっきりしませんね。総括としては、小泉進次郎氏と他の8名の候補者との力量の差がはっきりした。今日の公開討論会でした。